どうもテニチャンネルのボブです。今日はですね、インパクトの位置、ボールをどこで捉えたら、どういう変化があるのか、お伝えしていきます。で、このチャンネルはですね、過去14年間ですね、5000人を指導した中でですね、いろいろな、ライセンスをこう学んで得た知識をですね、普段有料でプライベートレッスンでお話ししている内容を、1日3本以上ですね、無料で配信する予定でいますので、ぜひこのチャンネル登録よろしくお願いします。で、まずラケットですね、よくですね、ラケットのこの真ん中、真ん中を使って飛ばしなさいねっていう人もいるんですけど、間違いではないんですけど、じゃあここから当たりが外れたらどういう違いがあるのかっていうのも知っとかないと、実際これから先ですね、当てる位置をずらして打つことがほとんどになります。うまく打てた時とか、気持ちがいいなっていう時は、真ん中で当たってることが実際少ないんですよね。すいません、ちょっとね、画面が暗くなっちゃったんで調整しますけど。で、じゃあ、例えばですね、フォアハンド打つときに、当たりが少し先端の方になると、当然ですね、遠心力の関係とかも含まれて、遠い位置で打つことになりますから、これはですね、ボールがよく飛ぶようになります。ね、よく飛びます。で、こっちの根元の方になってくると、ボールが、あんまり飛ばなくなります、ね、まずここが大きな違いですね。先端で打つとよく飛ぶ、下で打てば打つほどよく飛ばないですね。こういう違いがありますね。まあ、かといってですね、フレームで打ったら当然あんまり飛ばないですから、インパクトその真ん中の少し上、ね、この辺りですね、ここが一番いいかと思います。よく飛ばすんであればね。で、相手のボールが強いとか、そのボールを少し抑えて飛ばす勢いを抑えたいなっていう方は、当てる位置を少し下の方にしてもらうといいかと思います。これだけでだいぶボールのコントロールが良くなる方も結構多いので、ぜひ皆さんも一度お試しください。で、あとですね、回転をたくさんかけたいなっていう方は、この真ん中の位置よりも少し下、これが回転数が上がる位置になります。真ん中よりも当てる位置が少し下になればなるほど、回転がよくかかります。当てる位置が上であれば打つほど、回転があまりかからないですね。ちょっと厳密に話をすると、ラケットを、下から上に向かって、下から上に向かって振るときに、当てる位置が真ん中よりも下になると回転量が増えます。で、逆に、ラケットを上から振り下ろすときに関しては、当てる位置を少し上に、ね、当てる位置を上にしてもらうと回転がよくかかります、この違いを必ず皆さんどこかで使ってるはずです。無意識ですけどね。で、あ、気持ちがいいなってなったときに、あ、真ん中で打てるのかなって勘違いされる方多いですけど、若干上とか、ね、少し下とか、もしくはサイドとか、ね、ラケットの、ね、糸が切れた時に、自分の切れた糸の場所をちょっと見てもらうと、真ん中からずれてることが多いはずなんですよね。まあ、なんでかっていうと、当てる位置が真ん中でないからですよね。そうなんですよ。だから真ん中はまあ確かによく飛ぶには飛びますし、気持ちもいいんですけど、それ以上に気持ちがいい場所が他にも存在するっていうことですね。これだけ忘れないようにしてもらえればと思います。それではまた。